はい、こんにちは。今日はですね、皆さんの大好きなね、フライドチキンを作りますよ。私のオリジナルのね、漬けだれとね、そして衣、とってもスパイシーでね、癖になるようなんです。最後までね、ご覧くださいね。はい、それじゃあ材料紹介しますね。今日はね、手羽中を使います。通常ね、こんな風に市販されてると思うんですけれども、手羽中っていうのはここからここまでのことですよね。それでね、こちらはね、すでにね、こういう風に半分に、この背羽中を半分に裂いたやつが売ってます。もしない場合はですね、こちらを使ってですね、後で切り方説明しますね。もちろんもも肉とかね、胸肉なんか使っても美味しいですよ。で、レモンはですね、これ揚げた時にね、このレモンのジュースさっと絞って食べると大変美味しいです。はい、こちらですね、漬けタレです。今日はね、ヨーグルト使いますけどね、低糖でも無糖でもどちらでも結構です。そしてこちらがジンジャーとね、ガーリックのパウダーです。それからですね、このスパイス、魔法のスパイスですね。実はね、これだけのね、スパイスが入ってるんですよ。シナモンとかカルダモンとかナツメクとかたくさん入ってます。なんだかわかりますか？これはカレー粉です。これがね、隠し味となるんですね。楽しみですね。そしてこちらがですね、衣です。これパン粉ですね。そして片栗粉と小麦粉、そしてね、顆粒のコンソメを使います。で、今日はね、米油で揚げますよ。以上です。はい、それじゃあ作りますよ。はい、それじゃあですね、まず最初は手羽中の処理しますよ。このね、手羽先と手羽中のね、この間に軟骨がありますから、ここにですね、ちょっと厚手の包丁の先を使ってね、へいって言って一気に切ります。はい、そうしたらですね、今度この向きを変えてね、ここに大きな骨が2つありますので、この中にね、包丁入れていきます。はい、そうするとこんな風に切れました。で、これはね、また冷凍にして、くず野菜と一緒にですね、スープの出汁に入れると美味しいですよ。はい、こういうところにね、ちょっと血がついているところがありますのでね、これ揚げると黒くなってしまいますのでね、これはね、一回水で洗います。それとなんかヌルヌルしてると気持ち悪いですよね。こんな風にね、ジャブジャブ洗ってもね、美味しい味が逃げませんのでね、しっかり洗ってくださいね。はい、綺麗に洗いましたね。そしたら水気を切ってね、よく拭いておきます。きれいに拭き取りました。次に背羽中を漬け込むタレを作ります。まずね、ヨーグルトを入れます。ヨーグルトを入れるとね、お肉が柔らかくなるんですよ。揚げた後もね、しっとりして美味しくなります。そしてカレー粉と生姜、ガーリックの粉末を入れます。粉末はね、味がマイルドになるんですね。もちろんチューブのものでもね、フレッシュのすりおろしたものでも大丈夫ですよ。各1センチぐらいでしょうかね。フレッシュのすりおろしでしたらね、小さじ3分の1ぐらいがいいですね。今度はね、手羽中にね、軽く塩していきます。食べるときにね、レモンの汁をかけて食べますのでね、ここは軽くしておきますよ。そしたら漬けだれをよく混ぜます。ラップをしてね、30分ぐらい冷蔵庫に入れて漬け込んでおきましょう。漬け込んでいる間にね、衣を作りますよ。まず乾燥のパン粉をね、細かくします。ビニール袋に入れてね、綿棒などで細かくします。パン粉を入れるとね、香ばしくなってパリパリ感が出ますよ。かなり細かくなりましたね。この中にね、小麦粉と片栗粉を加えます。塊があるのでね、ざるでふるって入れますよ。最後に顆粒のコンソメです。粒が大きかったらパン粉と同じように潰してくださいね。よく混ぜておきましょう。はい、これで衣ができましたよ。はい、そしたらね、レモンをね、おしゃれに切りましょう。まずね、両サイドをね、こんなように切って、はい、くし形に切りました。もうちょっとね、これをね、ちょっとおしゃれにしましょう。
ここまで切ったらね、ここをちょっとこう曲げてあげます。こんな感じです。こっち側失敗しちゃったらね、今度はこちら側使ってみましょう。はい、よくできましたね。はい、これで30分経ちましたね。ちょっと様子見てみますよ。だいぶね、冷えてね、タレがチキンとよく馴染んでますね。はい、そしたらですね、次は衣をつけて揚げますよ。揚げ油の用意をします。たっぷり入れた方がいいですね。揚げる時の火加減は中火の弱ぐらいですね。そしたら衣をね、つけやすくするためにね、広めのバットに移しておきましょう。衣をつけますよ。つけだれにはヨーグルトが入ってますのでね、とってももったりしています。それでね、衣も剥がれにくいんですよ。今度とんかつなど作る時に活用してみてくださいね。お肉の隅々までね、まんべんなく衣をつけますよ。温度を確認する時のね、簡単な方法をご紹介しますね。まず菜箸をね、水で濡らして軽く拭き取ります。次にこの菜箸を油の中に入れた時のね、泡の大きさで大体温度がわかります。これが160度です。泡がちっちゃいですよね。こちらが180度、泡が大きくて音も大きいですよね。今日はね、この160度の温度で揚げますよ。油が温まりました。それでは揚げていきます。一般的に揚げ物は180度って言われてますよね。ここで180度でお肉に火が入るまで揚げるとね、真っ黒になってしまいます。生のお肉など揚げる場合はね、160度ぐらいからじっくりとね、火を通して揚げますよ。最初の段階ではあんまりかき混ぜない方がいいですよ。衣が剥がれてしまいますからね。衣がしっかりついていい感じですね。音がね、大きくなってきましたね。お肉の水分が出てる音ですよ。またね、そろそろできますような合図ですね。水分が抜けて浮き上がってきたらね、出来上がりです。浮いてきましたね。美味しそうな色に揚がりました。2回目も同じように揚げてくださいね。はい、たくさん出来上がりましたね。さあ、ビールですね、次は。はい、いかがでしたか。今日もね、大変美味しくできちゃいましたよ。あのね、フライドチキンっていうのはね、骨の周りのね、筋肉がコリコリしてたとこ大変美味しいんですよ。で、そこにね、今日のね、つけだれのね、あの風味豊かなスパイシーなね、あの味が染み込んでます。で、周りはね、カリッとしてね、中は本当にふわふわなんです。ぜひね、皆さん作って食べてみてください。きっとね、笑顔になっちゃいますよ、美味しすぎて。ぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたお会いしましょう。